大声を上げながら駆け抜けていく女性ランナー。腹筋を鍛えるトレーニングです。岡山ドームで開かれた女性のためのランニング教室には19歳から77歳までの109人が参加しました。指導したのはバルセロナオリンピックとアトランタオリンピックの女子マラソンでメダルを獲得した岡山県出身の有森裕子さんです。長距離は特に大きく振る必要はなし、この後ろをずっと行き来する方がリズムは取りやすい。手足は中心に近いところで動いた方がいい。岡山マラソンの大会スペシャルアンバサダーを務めている有森さん、ランニングやトレーニングのコツなどをユーモアを交えながら分かりやすくアドバイスしました。マラソンができるとか走ることができるという以上に、やっぱり自分の体を知ろうとするっていうことが人間の健康に一番大事なのかなって。岡山マラソンの一般枠のランナー募集は今月20日までで、すでに定員を上回っています。一方で女性のフルマラソンの参加者は例年全体の2割ほどにとどまっているということです。もっともっと楽しく気軽に日常の中で自分のできる範囲でやれるもんなんですよっていうような、そういう部分の良さをこういったランニング教室で伝えて気づいてもらえれば、これからも増えていけるのかなって期待してますので、とても面白く、ランニングって改めて楽しいっていうことと、あとやっぱり自分の健康のために続けていきたいなっていうモチベーション上がりました。当日有森さんのエールを受けながら走りたいです。当選させてください。お願いします。